1954年10月に行われた日本への即時復帰を求める署名運動祖国復帰運動は第二次世界大戦の沖縄戦後アメリカ合衆国の私政権下に置かれた沖縄において祖国たる日本への復帰を求めて展開された社会運動。1972年5月15日の沖縄返還という形で達成された。 第二次世界大戦が終わって間もない沖縄では、貴族問題、すなわち、日本に復帰すべきか、独立すべきか、あるいは国際連合の信託統治下に置かれるべきなのかについて、多様な議論が交わされた。その後、アメリカ合衆国による長期支配が確実なものとなり、軍事優先政策の方向性が明らかになっていくと、沖縄の世論の多くは、独立や信託統治ではなく、 日本への復帰を唱えるようになった。ことに、1950年に勃発した朝鮮戦争など極東地域における軍事的な緊張が高まると、駐留するアメリカ軍兵士による事故や事件が相次ぎ、住民からも多くの犠牲者が出たため、住民運動を核とする日本復帰運動が展開された。そして、サンフランシスコ平和条約によってもたらされた、 日本にもアメリカにも属さないという沖縄の地位の曖昧さも沖縄の人々を祖国復帰へと借り立てる大きな原動力となったのである。アメリカは当初沖縄に対する死政権の維持と沖縄中流米軍基地の機能維持とは切り離せない問題だとの認識に立っていたため日本への復帰運動はアメリカの死政権に対する挑戦と受け止め厳しい弾圧の手を加えた。 しかし、アメリカ軍が死政権を盾に強権的な政策を行うほど、沖縄の人々が日本への復帰を求める声は逆に高まっていった。アメリカ合衆国は、琉球列島が日本の領土であり、沖縄住民の国籍が日本国にあることを否認してはいなかった。しかし、琉球諸島への出入りは、アメリカ軍によって厳しく管理されており、沖縄の住民が 日本本土へ渡航する際にはパスポートを用した。加えて、沖縄の船舶は形容すべき、確かな国旗を有しなかったため、国際信号機 D 機という旗を代用し、それを形容して航行したものの、国際的には必ずしも通用しなかった。1962年4月には、インドネシアのモロタイ島の周辺海域で、沖縄のマグロ漁船、第一級高丸が操業中に、 国籍不明を理由として、インドネシア海軍から銃撃を受け、死傷者が出るという事件が生じた。その後、日米交渉の結果、1967年7月以降、日照旗を基本とする琉球政府の旗の形容が、ようやく認められたのであった。1951年9月8日に調印され、1952年4月28日に、 効力が発生したサンフランシスコ平和条約によって沖縄が日本本土から切り離されることが明らかになると祖国日本への復帰運動が高まりを見せた。1953年1月、沖縄教職委員会や沖縄県青年団協議会など23団体による沖縄諸島祖国復帰規制会が結成された。この会は全頭的な広がりを持つものであったが、 琉球列島前国民政府の圧力によって活動停止状態に追い込まれ、やがて自然消滅してしまった。やら長病一時は沈退した復帰運動であったが、1950年代後半に軍用地問題に橋を発した島ぐるみ闘争が起こると運動は再燃した。1960年4月28日には、 本土復帰の中心的団体として、沖縄県祖国復帰協議会が結成された。その中心となったのは、沖縄教職委員会であり、沖縄自由民主党を除く、各政党、労働組合、PTA、遺族連合会など多岐にわたる団体がこれに加わった。初代会長には、教職委員会出身のやら長病が就任した。祖国復帰協議会は、以後、 毎年4月28日にはデモ行進を行い沖縄本島のヘドミス沖では会場集会を開いたこの頃からは賃金水準や税制社会保障制度などにおいて本土との格差是正という見地から復帰の利点を主張する傾向も強まった一方島ぐるみ闘争に現れた沖縄住民の不満の強さを知った米国民政府は 従来の統治政策を転換し、軍用治療の一括支払いを取りやめたほか、外資導入促進のためのドル切り替え、イ表モテ島の日米共同開発、日本政府からの技術援助の導入など、本土との格差是正のための多面的な措置を講じた。1962年3月19日、アメリカ合衆国大統領ジョン・カイ・ケネディは、沖縄が日本国の一部であることを認め、 日本の対沖縄援助について継続的に協議する沖縄新政策を発表した。しかし、米国の軍部首脳には、この協調路線によって、日本政府の関与が強まり、沖縄における米軍の軍事的権利が侵害されることを懸念する向きもあった。1961年2月に、琉球列島高等弁務官に就任した。 ポール・ W ・キャラウェイ陸軍中将は自らの絶対的な権力を利用して議会が採決した法案を次々と拒否し沖縄経済界にまで介入して日本と沖縄の分離策を進めた。ケネディ大統領は日米協力関係に混乱をもたらすとしてキャラウェイを更迭した。こうした流れの中、政策の中心に対米協力を置き、 琉球立法院にて長く与党の地位にあった沖縄自由民主党は復帰を唱える前に様々な障害を取り除くことが先決だとして実地の拡大、渡航制限の撤廃、日本政府援助の拡大などを一つ一つ実績を積み重ねながら段階的に祖国との実質的な一体化を達成する方針を打ち出した。一方、野党はこれを現状追認であるとして批判し、 日の丸慶容、渡航制限の撤廃、主席公選の実現、国政参加を掲げて、祖国復帰運動を推進した。琉球政府の旗1967年に使用が認められた。1965年8月19日、佐藤栄作首相が沖縄を訪問し、沖縄が日本に復帰しない限り、戦後は終わらないと述べた。来沖の背景としては、 ベトナム戦戦争に対する反運運動動と祖国復帰運動があった日本政府としては、明治以来領土の一部であった沖縄返還の実現は、サンフランシスコ平和条約締結による主権回復後の重大課題であったが、一方、アメリカ政府からは沖縄を返せというのなら、日本は、 極東の安全保障にもっと貢献せよと迫られ、日本国憲法の制約もあって防衛力増強に関与できない。日本政府は沖縄問題への言及を避けざるを得なかった。そして、祖国復帰運動は、1960年代後半のベトナム戦争によって沖縄が最前線基地になると、一層反米、反戦色を強めて激しさを増し、ことあるごとに、 琉球列島前国民政府と対立するようになった。ここに至って日米両国は日米関係の安定と極東全体の安全保障のために沖縄問題は避けて通れないという共通認識に立つようになった。アメリカ合衆国政府は沖縄問題をこのまま放置すると近い将来基地機能が維持できなくなるとの危機感を持ち1966年までには 沖縄返還の検討を始めるようになった。1968年11月、住民の直接選挙による行政主席公選制が実施され、第1回行政主席通常選挙が行われた。この選挙では、祖国復帰運動の中心人物であった矢良、やら長病が段階的復帰を唱える沖縄自由民主党の西目、順次などを破って当選した。やらは、 即時無条件の全面復帰を打ち出し、以後、返還協議が本格的に始動した。1969年の日米首脳会談では、日米安全保障条約の延長と引き換えに、沖縄返還が約束された。また、この時の日米共同声明により、1972年中には、沖縄の姿政権をアメリカが日本に返還することが明らかにされた。 1970年3月、日米流の代表が復帰に向けての対策などを話し合う復帰準備委員会が那覇市で発足した。1970年8月、琉球立法院は尖閣諸島の領土権が沖縄、祖国日本に帰属することを全会一致で議決した。1971年6月、日米両国は沖縄返還協定に調印。 1972年5月15日に沖縄返還が実現した。2017年5月の沖縄タイムス、朝日新聞などによる沖縄県民への共同調査による日本へ復帰してよかったとの質問に対してよかったが82%でよくなかったは5%であった。過去の調査では1987年9月で84%。 97年4月で87%、2007年4月で89%の人が日本への復帰に良かったと答えた。ありがとうございます。